どうもめちゃめちゃメッセです。はい、ということで、広陵高校もやっていきます。あ、ちなみになんですけど、自分は甲子園始まったらもう皆さんね、やっぱこの視聴者のために、甲子園で、女の子にいろんなインタビューをしに行くので、またねその動画も甲子園始まったらあげるんで、また皆さん男の子期待しとってね。はい、ということでやっていきます。はい、広陵高校です。はい、広陵高校ね、もう今年めっちゃ強いですね。で、主な卒業生でいうと、金本選手です。阪神金本、ほんでレンジャーズ有原選手、日ハム上原選手、オリックス福田周平選手、 DeNA 佐野選手、楽天太田選手、巨人小林誠二選手とかです。で、あと広島中村翔成選手ですね。で、データで言うと、地区予選27対0と10対0で勝って、ほんで県大会13対2、5対0、6対5で、ほんでね、ここをね皆さん注目してほしいんですよ。これ言ったら神宮大会準優勝してるじゃないですか。でもね、広島商業に8対4でここで負けてるんですよ。ほんで、3位決定戦で広島高大校っていうところに、勝って、9対2で勝って、中国大会に出て、6対0、3対0、7対4。で、ここで広島商業を7対0で破ってるんですよ。で、神宮大会で、明秀日立に5対3、花巻東に10対9、大阪桐蔭に11対7です。だからね、めっちゃだから、あれやなって思う。めっちゃだから強いねんなって思います。で、ピッチャーもやっぱ安定に、もう広陵のピッチャーはみんなえぐいです。で、安定にえぐい、右がおって、ほんで右が2枚おって、ほんで左も1枚2枚か左も2枚おって、言ったら右3の左2っていうチームで、もうこの中井監督ってもう有名ですからね、が言ってんのは、夢の甲子園は楽しみましょう、怖がらずに最大の力を発揮しよう。ええー、こと言うなぁ。なんか原点に戻ったようなね、コメントですね。ほんで、やっぱは、広陵はやっぱ守備が、もうレベチです。守備めっちゃうまいです。もうザ・剣術というか、もうどうもがいてもまた割って取るみたいな。もう、うわ、全然チャラくない、うわ、めっちゃ堅実やなっていう守備がもう大好きです。ほんで、もう、ピッチャーもやっぱりいいですし、やっぱその、ね、やっぱ安定のって感じで、バッティングもやっぱ、なんでしょう、もう、どのピッチャー来ても、やっぱその種類のピッチャーがいるんで、全部対応してるようなイメージですね。その、見たんですよ、その花巻東との試合も、もう、明秀日立との試合も、やっぱ、桐蔭とのね、試合も見たんですけど、やっぱだから、言うて大阪桐蔭が7点も取ってますし、花巻東の時は10点取って、だから、ね、結構、打撃もめっちゃいいんですよ。ほんで守備も堅いから、まあ、隙のないチームやなってのがありますね。ほんで、なんかこれはまあ、なんか軽い噂で聞いたんですけど、やっぱりなんか広陵は言ったら、やっぱこの、高卒で行くにはやっぱこう上位指名とかじゃないと行かれへんみたいなね、噂を、これは話していいかどうか分かんないですけど、聞いたことがあります、噂をね。ほんで、じゃああれ行きましょうか。だから、まあでも一つ言えんのは、これ1回戦敦賀気比なんですよね。これ1回戦敦賀気比は、これでもあんま言いたくないけど、敦賀気比が勝つと思うんですよ。敦賀気比多分勝つんですよ。やっぱこうね、敦賀気比って、この、なんていうんですかね、この一冬乗り越えてきたら、マジで、えぐいんですよ、正直。ね、自分そういうもう。で、この、エースの子がいるじゃないですか、上加世田来輝っているじゃないですか、この門真の子ね。これがね、多分ね、抑えそうなんですよね、正直、この一冬越えてきて。って言うたら、経費自体言うたら、そのね、星稜とかにも勝ってますし、結構多分強いんですよ。ほんで、広陵のピッチャーも言うたら、この上笠田っていうピッチャーと似たような感じなんですよ。
だからね、それと比べたらちょっと広陵のピッチャーの方がちょっと落ちるなって感じなんですよ。って思ったらやっぱちょっと、まあでもそれはやっぱ左で行くんかな。でもこれは結構見物やけど、自分は気比が勝つと思いますね、正直。うん。で、このあれを言うと、あ、だから広島広陵ってやっぱ自分の先輩の、自分の同期のお兄ちゃんも言ってましたし、やっぱ進路がね、やっぱり良くて有名ですね。人数めっちゃ多いって聞いたけどね。あれどこ行った、あれどこ行った、ちょっと待ってね、みなさん。うわ、暖房つけた、間違いは、めっちゃ暑い。ほんで、はい、やっていきます。広陵高校は平日3時間半だけな練習、短っ。土日は8から9時間で、週に1回、年間48日、帰省1週間で、計55日あります。全盛期の、これちなみになんですけど、大阪会して言わせてもらいますね。年末3日、1、2、3、もう31まで練習やったんで、自分、平方の集まりとか行けない時もありました。ほんで、3日と、夏負けてからの3日、で年6日ですね。ほんで言うたら、その、なんかオフみたいなのあるんですけど、なんかオフって言えるんかなみたいなオフなんですよ。6時半まで今日はオフやから、その体育館でみんなで素振りして、オフやなみたいな。え？オフそれみたいな。素振りにやオフみたいな。なんかようわかんないんですよ。ほんまの、なんかもうマジでなんもないよっていうのは、もうあの、ね、6日だけですね。あの帰省の時ほんまもう帰んの嫌なもんな、あれ思い出したら嫌や、もうほんまに。ほんなら自分ずっと親父の車パーって乗ってもね、なんかわからんねんけど、なだそうそうがものすごい心に染みるんですよ。何の話や、ほんでいきます。ね、広陵高校は学年関係なく、やっぱその上下関係はないらしいですね。ほんで、あ、名門応援はチア、もう有名ですもん。広陵の応援だから、今回ブラバン入んのかな。これはめっちゃだから、俺も個人的にめっちゃ楽しみですね。ほんで、なんかその名物練習みたいなのが、なんか、45秒っていう練習、これは。よくわかんないんですけど、多分そんなんなんですよ。でもね、このなんか広陵のなんかその内野のなんちゃらメニューみたいな一回ね、やらされたんですけど、めっちゃしんどかったです。もう二度としたくないです。で、はい、あ、そうですね。これは思いますね。やっぱその広陵の人ってやっぱり、あのね、一発ギャグめっちゃおもろいんで、またあの、なんか機会があったら、あの、ほんまに広陵多分一発ギャグが多分義務付けられてるみたいな感じなんで、一発ギャグ、その広陵でできんやつ見たことないんですよ。だからね、これはね、またね、ちょっと広陵の子がおったらいきなり振ったってくださいね。はい、広島のね、広島っておもろいですもんね。一回ほんまこれプチな話なんですけど、一回広島でちょっといろいろあって広島行ったんですよ。ほんでそれの時に、まあめっちゃこれ悔しい話なんですけど、まあピンサローとか、まあそういうね、エッチな店に行って、あのほんまだから薄いオチですよ。薄いオチだけどめっちゃ腹立ったのは、あの地方行って、あの地元大阪の女が出てくる感じ、あれめっちゃ損した気になりません？はい、っていうのは置いといて、一発撮りなんでね、もうそんな喋っとったらあかんねん、ほんまに全部話がそれでいきます。んでかっこいいと思うユニフォームは天理らしいです。漢字の書体と紫が渋くてかっこいいから。確かにあの天理の紫のあれは確かにかっこいいね。でもなんかね、なんかちょっと汗かいたら変な色になりそうで、自分あんまり好きじゃないです。はい、ということで、ここにが見てほしいっていうのは入場行進と動きの速さ、これね注目したいんですけど、第1試合目で更新できるかどうかなんですよね。まあだから今回、広陵高校めっちゃ強いです。正直めっちゃ強いですけど、まあ抽選も決まってることなんで、今回は D ランクです。正直負けてしまいます、敦賀気比に。ということで、次の動画で会いましょう。それじゃあお疲れ。